加藤太平は日本のスキー選手。種目はノルディック複合。札幌ノルディックスキークラブ所属。北海道上川郡ワッサム町出身。ワッサム町立ワッサム中学校を経て、北海道下川商業高等学校卒業。2003年1月より、ノルディック複合ワールドカップ B に出場。2005、06シーズンの3月11日ラフ8。 大会スプリントで2位に入り初めて表彰台を獲得。2006-07シーズンもワールドカップ B を転戦した後、札幌での世界選手権に初出場。その後ノルディック複合、ワールドカップに初出場した。2008-09シーズンは開幕時よりワールドカップメンバー入りし、11月29日、クーサモ大会で11位。 2月1日のシヌー,ーブ大会で初めて一桁順位の8位を記録した。同月、チェコリベリツで行われたノルディックスキー世界選手権複合団体で、港ス介、渡辺明と小林のリヒトと共に金メダルを獲得した。同年4月30日にバッサム超栄予賞を受賞し、受賞者第1号となった。2009、シーズン、バンクーバーオリンピック。 日本代表に選出され、オリンピックに初出場。2011、12シーズン、3月10日の W 杯、最終戦オスロ大会では前半飛躍で、トップに立つと、後半の距離も粘りを見せて、自身初の表彰台となる3位入賞を果たした。2012、13シーズンは2月2日の W 杯措置、大会より、個人戦3戦連続で1桁順位に入る。 同月、イタリア、バルディフィエンメで行われた、世界選手権の個人 10km ノーマルヒルでは、日本人最高位の6位入賞。3月8日の W ハイラ8大会で3位に入り、自身2度目の表彰台を獲得した。2013、14シーズン、2014年、ソチオリンピック日本代表に選出され、個人ノーマルヒルで31位。 個人ラージヒルでは前半飛躍で126メートルのジャンプをした着地後に転倒して負傷し、危険した。ありがとうございます。